いらっしゃいって、なんだあんたかよ。お疲れさん。いつもの焼酎でか。なんでいつものっていうほど常連ちゃうやろ。かっこつけやがって。しょうがないだろう、いろいろ忙しいんだよ。ああ、新しい学校、諸星高校って、いやこの辺じゃ有名らしいな。ああ、部活以外であんなに生傷の絶えない学校初めてだよ。やっぱ校内も荒れてるんか。俺たちが子供の頃に見てた不良って感じともまた違うんだよな。喧嘩はするけど、それ以上に個人プレーみたいな感じかな。個人プレー？個人主義っていうのかな。仲間同士で力を合わせて何かをするってのはダサくて、学校には来てるけどみんな一人って感じで。それは寂しいな。ま、それ言ったら俺たちの前の学校も勉強ばっかりだったか。今の子はみんなそうなんかな。ってすごいおじさんみたいやな。まあ高校生に比べたらおじさんよ、俺たちなんて。そらトイレも近くなるか。それは一緒にすんなよ。なんやそれ。ああ、今日目安箱に入ってたんだ。目安箱って保健室の前に置いてるって言ってたあのゴミ箱か。ゴミ箱言うな。まあ今までまともな手紙なんて入ってたことないけど、今日はこれ。なになに、文化祭がしたい？なんや、諸星高校は文化祭がないんか？いや、一応あるよ。参加するクラスは一部だけど。でもこれを書いた子のクラスは参加する見込みがないんだろうね。大学に進学できれば学祭はあるけど。学祭と高校の文化祭はまた違うよな。そうなんだよ。叶えてやりたいな、文化祭。藁にもすがるような気持ちで目安箱に入れてくれたってのに養護教諭はクラスには踏み込めないからな。俺を教師に戻そうったって無駄やぞ。何遍言われたって。俺だってお前を教師に引き戻していいか正直わからないよ。でも俺はお前ほど生徒に寄り添った教師を知らない。文化祭がしたい。たったそれだけの願いを叶えてやりたい。それだけなんだ。文化祭か。みんなでできたら楽しいやろな。どちら様でしょうか。先ほどから監視カメラに映っております。ああ、こんにちは。ユーヒー・ロベル言います。大賀君のクラスの担任で。当期にご用の場合は事前にアポイントメントを取っていただかなければお取り次ぎできません。いや、大賀君に英語のプリントをお引き取りください。大賀君呼んでもらえませんか。坊ちゃんはご多忙ですので。ちょっとぐらい平気やろ。諸星高校は教員の方も教育が行き届いてないと見える。ロベさん、ロベさん、マス行って帰ろ。おい、大賀おらへんのか。お引き取りください。警察を呼びますよ。ロベさん、やばいって。おーい、何の用だ。おーちゃん、下がってろ。夕日ロベルの突撃家庭訪問のお時間がやってまいりました。帰れ。ああ、すまんけどお前学校じゃなかなか捕まらんから。文化祭の話なら断ったはずだ。お前がやりたくないなら無理強いはしない。けどお前準備してる生徒のこといつも見てるやろ。参加しないって言ってるだろ。悪いけど忙しいんだ。プリントなら明日提出する。あいつ。じゃあイズルとアステルは買い出しな。了解。あ、シエン、ドラッグストアもついでに行ってくるから金貸して。あー、じゃあ金はみやびが管理してるから。みやびちゃん、アイス買ってきていい？ダメです。全員分買ってくるから。ダメだって言ってるだろ。これは文化祭の予算なんだから。あ、じゃあかき氷機買ってくりゃいいんじゃね。天才。無限に食べられるじゃん。あ、じゃあメニューにかき氷足しておこうか。文化祭終わったらそれクラスの備品にできるのかな。一生かき氷食えんのやばすんぎ。はーい、じゃあシロップ何味がいいか選手権開催しまーす。いちご。やっぱ定番ブルーハワイ。ラムネ味とかもあんじゃん。グレープだろ。豚骨味。はあ？いや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 、マジか。本気で聞いてるのか。なんか最近ホームルーム多くない？文化祭の準備があるからな。俺参加するなんて言ってないんだけど、まさかオーガは一緒にやるつもり？あのさ、俺文化祭なんかよりももっと楽しいこと考えたんだ。楽しいこと？うん、みんなさ、あの先生と一緒に頑張って準備してるけど、それをめちゃくちゃにしたら怒るかなーって。うん、いいだろう、あんなの放っておけば。だってさ、文化祭の邪魔したら支援も怒って俺と喧嘩してくれるかもしれないし、支援何度お願いしても俺と喧嘩してくれないんだよね。こんなことなら星高入らなきゃよかった。まあ、あいつは他校の生徒としか喧嘩しないからな。そうなんだ。オーガって支援に詳しいよね。いや、そういう噂だ。ふん。じゃんけんぽん。よっしゃー。うわ、最悪。いずれ雅から資金を奪え。奴に渡しちゃダメだ。だる。オーガ帰んない？俺はもう少し残ってるよ。は？なんで？家に帰っても面倒だしな。俺とどっか遊びに行く？俺は誰に見られてるかわからないから。オーガもしかしてあいつらの方に行こうとか考えてる？うんそうなんだ。はあ、もういいよ、俺帰る。リッカ。あれ、リッカちゃん帰んの？まだ立てるよね。もっと遊ぼうよ。せめ足元がガラ空きだよ。踊ってるみたい。もうやめ。君たちが俺と遊んでくれるって言ったんでしょ。もうおしまい？違う、それはお前が一人だったから。俺が一人だったから勝てると思った。あれ？もうおしまい？10人もいればたくさん遊べると思ったのにな。でもすっごく楽しかったよ。すっきりした。遊んでくれてありがとう。くそ。やっぱり文化祭とかより喧嘩の方がみんなも楽しいと思うんだけどな。まあいいや。じゃあまた遊ぼうね。バイバイ。あいつ確か星高の。